調子はどうだ、ヴィンセント・ブルックス。誰だ。
よし、よし、ふっ、ゲット。ふっと。
取り返しはつかない。もう取り返しはつかない。よし、ゲット。逃げ場なんてないぞ。バレないと思ってるのか。バレないと思ってるのか。よし、ゲット。よし、ゲット。すぐってこったな。お前、あんた死にたくない。キャサリンはどこだ。キャサリン、つうか待てよ、その声確か、あんたまさかスティーブなのか。なぜ名前は。いや、なんでって。俺はスティーブ・デルコンだ。町で歯医者をやってるが。そうか、その声、お前ヴィンセントだな。なんて巡り合わせだ。やはり呪われてるらしいな。私はなんか掴んだのか。呪われたのさ、キャサリンにな。なんで呪いなんてことになんだよ。自分が一番わかってるだろ。復讐なんだよ、裏切りの。復讐？じゃあ、あんたの言うキャサリンって。おい、急げ。ここのところ続きやがる。生きた心地がしない夢だ。もがいてもがいて、なんかおっかねえもんから逃げるんだ。おい、聞いてんのか。ああ、オランド、こんだけ見てるのに夢の中身はっきり思い出せないのってなんでだ。ん？ああ、言われりゃ確かにな。あの感じ、なんか何も思い出せねえ。このところ増えている男性の変死事件、今日も新たな遺体発見です。亡くなったのは歯科医師スティーブ・デルホムさん、42歳。夫人が寝室へ様子を見に行って遺体を発見したとのことです。遺体は他の事件同様、一晩の変化とは思えないほど異常に衰弱しており。まさか。おい、急
にどうしたんだよ。ねえ、ニュースの人、やっぱりそうなんだわ。ほら、ご近所の警察、警察来てたのよ。おかげでうるさくて。そりゃまた穏やかじゃないな。死んだ人、浮気者で有名なのよ。女房ほっぽって若いこと、しかも自慢げに周りに話してたの。まったくなんて人かしら。親はともかく子供はえらく気の毒だな。さすがに子供はいなかったようだけど、でもどの道人出だし。おい、なんだよ。昨日夢であった。あ、何が？思い出した、あいつだよ。夢の中で死んだんだ。あいつ？今のニュースのか？何言い出してんだお前。でも昨日の声、そうだ、思い出したぞ。あいつ呪いだって言ってた。裏切ったせいだって。おい、よしてくれ。つまりあれか、夢で殺されたって言いたいわけか？くだらねえこと。噂、本当にただの噂なのかな。毎晩夢見ちまうこれって。マジで言ってんのかよ。じゃあ裏切りって何のだよ。くそ、俺は誰も裏切ってねえ。ああ、くだらねえんだよ。ったく、寝不足で頭が回んねえだけだろ。起きてりゃそこら中から妙な噂ばっかだ。おかげでゆっくり寝れねえだけだろ。まあそうだな。そうだろ。俺は誰も裏切ってねえ。裏切られたがこっちなんだからな。なのになんで。クソ、悪かったよ。全部気のせいだろ。ああ、くだらねえんだよ。ああ、お前の方はどうなった？浮気相手とは別れたのか？ああ、実はこれから会うんだ。デートの約束破ることになるけど、今日で終わりにするって決めたから。そっか。これが片付いたら俺正式にプロポーズするよ。つっても指輪とか変えてないんだけどな。いつだっていいだろ。まあ頑張れよ。ヴィンセントさんのあれ何なんすか？そっとしとけって。あんなのにはさすがに絡みたくない。ああ、そう、聞いてほしいことなんすよ。俺実は昨日ついに大人になれたっつうか、ついに一皮むけてしまったんですよ。へえ。おい待て、誰とだ？いや、そりゃご想像の通りっつうか。エリカ。バレました？申し訳ないっす。マジか。けどちょっと変なことがあって、なんかこう、まあ俺の経験不足っていうか気のせいだとは思うんすけど、その、そういやジョニーはどうした？お前一人？今日は来ないんすよ。最近えらい調子悪そうで。ああ、そっか。なんかみんな似たようなこと言ってますね。ヴィンセントのが映っちまったんだよ。ったく。あの、だから君に問題があるとかじゃなくて、他に好きな人がいるってこと？言おうと思いつつずっと言えなかったんだ。いろいろ迷ってることがあって、そんな時に君と会って、それでつい逃げちまったっていうか。私よりその人がいいの？本当に悪いと思ってる。だけど大事にしなきゃいけない人なんだ。だからさ。大事って、それってまさかもう付き合ってるとか？ごめん。別にいいんだけど。え？別にいい？私が一番ならそっちの人とは適当に続けていいよ。私とは今まで通りってことでさ。いや、君は良くても俺は困るっていうか。なんで？なんでって、その、実は彼女お腹に子供がいるんだよ。
だから俺結婚することにしたんだ。嘘でしょ。それでもいいよ。私はあなたの彼女でいたいだけだから。無理だって。俺にはそんな真似は。君とはもう会えないんだ。会えないって。 そんなのやだよ。ちょそりゃ泣かれるよな。全部俺のせいだ。ごめん本当にごめん。でも俺にはあっちのキャサリンしかいねえんだよ。多分勘違いしてんだよ。勘違いって。俺何の取り柄もねえし金もないしさ。どう考えても俺君と釣り合ってねえじゃん。まだ若いから勢いだけで行っちゃってんだと思うけどさ。だからそんなの分かんない。ひどいのは分かってる。でも別れてくれ。いや他のことなら何だってするから。他のことって何よ。バカにしないでよ。私死んでやるから。な何言って。おい。大丈夫？大丈夫に見えるわけ？話撤回してよ。それはできない。ごめん本当にごめん。他のことなら。他のことって何よ。ほんと頭くる。私あんたのためなら何だってできんのに。私があなたのこと守ってんのに、なんで離れようとすんの。バカなんじゃないの。バカです。やべえ。勘違いしてんの。そっちだから。あなたは私から離れたらダメなんだってば。それでも俺は。やめて。どうかはやる。なんなんすかあれ。この声ヴィンセントさんっすよね。大丈夫なのか。何にせよますます関わりたくねえ。ヴィンセントさん大丈夫かよお前。そろそろ俺たち帰るけどお前まだここにいんの。あ、エリカさん。ヴィンセント、もう帰ったら。ひどい顔よ。俺のせいだよな。ん？あの子にも嘘ついて、あの子も俺に騙されてたんだよな。これからはこんなことはしないって誓うしかないわよ。許されることじゃないけど、悪い夢だったんだって思ってさ。慰めてくれなくていいよ。彼女にもいつか正直に謝んなきゃな。黙ってていい話じゃない。いいから無理すんなよ。とにかく今日は早く帰ってゆっくり休みなね。ああ、もう少し飲んだら帰るわ。今日はなんだか寝れそうな気すっから。トビ。え、あ、はい。
元に戻るかもしれない。キャサリン待ってるよ。スティーブは殺された。悪夢の噂はマジってことなの？突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。お酒は酔うために飲むのが普通ですが、カクテルにはそれとは逆の目的で飲むものも。二日酔いによく効くと言われているのがプレーリーオイスターです。レシピはウスターソース、トマトケチャップ、お酢、胡椒、そして卵黄を1個。聞くだけで鼻にツーンときそうなこれを、卵黄が崩れないように、いやはやこんな極物誰が最初に考えたんでしょう。以上本日もうから。おい、エリカ、それじゃあご注文は？ウイスキーで。うん、お待たせ。いくら自分に責任あるったって辛いもんは辛いよね。ご褒美に一杯おごってあげる。変なの俺だけじゃないみたいだし。初めから話せていればこんなことになってなかったかもな。突然ですが、グラスを開けたあなたにウイスキーの豆知識を一つ。ウイスキーの綴りって正しく書けますか？実はウイスキーと E が入るウイスキー、どちらでも正解。これ例えばイギリスではウイスキーの種類で綴りを使い分けるらしい。バーボンは気付き、スコッチはなしと覚えるといいそうですよ。ウイスキー2を目指してみるなら。以上本日もうから。まだ飲むの？ああ、日本酒で。うん、お待たせ。元に戻れるかもしれない。突然ですが、おちょこの空いたあなたに。日本では酔った様を泥の酔うと言ったりしますが、その由来をご存知ですか？実はこの泥とは泥んこを指す言葉ではないんです。中国の昔話に出てくるデイという名前の虫が本当の由来。水に住むデイは陸ではヨレヨレで酔っ払いみたいだから。以上今夜の日本もうまだ飲む。おまっ、変なの俺だけじゃないみたいだし。ですが、ジョッキを開けたあなたにビールの豆知識を一つ。ビールを初めて飲んだのおいくつの時ですか？たとえ未成年でも違法とは限りません。お酒の解禁年齢は国によってさ、中でも驚きなのがイギリス。家庭で親が見ている前なら。その一方でイスラム圏の国々では年によらず飲酒禁止と。以上今夜のビール。もうまだ飲むの？ああ、ラムコ。うん、お待たせ。こんばんは。リムテイにようかしら？マーサにようかしら？素敵な話をしてあげる。ある国では死因不明の死体が1年間で7万件。そのうち解剖して死因が分かるのはたったの 5% なのよ。え？ あ、そ。あ
あの衰弱死は残りの 95% に入るの。あの衰弱死で死んだ男は発表よりもずっと多いか。今朝はミスターダニエルが死んだわね。え？明日が楽しみね。明日？ミスターモーガンは自分を責めた。ミスタートトは自分を責めた。ミスターアーチーは自分を責めた。ミスターダニエルは自分を責めた。ミスアンナは自分を責めた。ミスタージャスティンは自分を責めた。だけど罪のない人間などいるかしら。覚悟は決まったかい？残高ギリすぎんだろ。でも指輪買わねえとだし、気合で貯めるしかねえな。浮気のことちゃんとけじめつけたんだね。ああ遅くなっちまったけどさ、大事なのが誰か身に染みたよ。好きは求めること、でも愛するって誰だって求めるのは簡単だけど与えるのは難しいわ。カウンセラーでも始める気か？やだ、違うわよ。ほら、私って愛の伝道師だからさ。うぜ。ねえ、どうしよう。魔女はクラスメートなんだって。は？うちらの高校のクラスメートなの。校則とか教師とかダンスパーティーとかもう絶対そうなの。何言ってんだ。へえ、全然気づかなかった。そっかそっか、あんな高校にね。なんかエリカって楽しそうだな。どういう意味よ。あんた今いい顔してるよ。そっか。連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日遺体で発見されたのはアンソニー・ジャクソンさん29歳、スティーブ・デルホムさん42歳。スティーブ、夢の中の羊。電話の声、やっぱり。ダニエル・キルシさん32歳。ダニエル、まさかこれ
うちにいらしてたあのダニエルちゃん。あら、こんなことになるなんて。以上の方々です。続いて第15エリアのウェザーアナウンスです。第15エリアは明日より夕刻以降お出かけの際には雨。 CM の後引き続き。スティーブは殺された。もう大丈夫ですか？大丈夫だよ。ウイスキーで。はいはい、ただいま。大丈夫ですか？かなりお疲れのご様子。自業自得だからな。でもいいんだ、けじめついたし。酒と女とサイコロは娯楽も苦痛も生み出す。確か誰かの言葉です。まあここにあるのは酒だけですが、体を癒すことですな。ああ、ゆうかあれ見よう。変なの俺。心中のは難しいですな。女の愛なるものは見ること触れることによりてしばしば燃やされずんば、幾ばくも保つあたわず。確か誰かの言葉です。誰かって誰だよ。ダンテでしたかな。とにかく今は燃え上がって見えても、時が経てば女心はコロリと変わるもの。ま、大丈夫ですよ。なんだか今日は頭回っ、もうこんな時間か。体つらいし、そろそろ帰るかな。猫は九つの命を持ち、女は。そんな言葉もあるくらいです。女ってのはきっと強いんですよ。そういうのよくわかんねえ。フェザーっているじゃん、女子プロレスの。こないだの試合の怪我のせいでここんとこ負け続きね。ふん、そうなの。エリカあんなのに興味あんの。別に、ヴィンセント最近ここで描けないなって。ここんとこ女子プロの試合ばっかだろ。女と女が狂気で殴り合うなんて。なんだ、そんな理由か。心配して損した。損したとか言うなよ。ま、見始めるとハマっちゃうわね、女子プロレス。強い女ってかっこいいし、私も入れないかな。無理だろ。あら、結構腕力には自信あるんだけど。いや、それ以前の問題で、お前は入れない。ゆうかあれ見よう。呼んであげよっか。大丈夫だよ。今日はなんか濡れそうな気がすっから。うん、なんか迷惑かけたな。店長にもよろしく言っといてくれ。じゃ。you
なんかよく眠れた感じあんな。こんな朝マジ久しぶりだ。待てよ、今日俺例の悪夢見てないよな。これ助かったってことか。こんにちは、いらっしゃいませんか。なんだよ。通信費がかかりになるお得な情報をお持ちしてます。嘘つけ。この感じ久しぶりだな。ったくまたかよ。悪い、寝てて。ああごめん、電話しても出なかったからさ。そのちょっと話があって。え、ああそうなの。とりあえず上がって。いらっしゃい。ちょ、誰？なんて君が。つか嘘だろ、なんて。彼に話があって来たんでしょ。ほらどうぞ上がって。コーヒーでいいよね。どういうことか話は中で聞かせてもらうから。ねえ、これって他に女を作ってたってことでいいわけ？違う、これはだからその。言い訳すんならちゃんと顔を上げて言えば。私が妊娠してるって知っててこんなことしてたんだ。そっか。まずい、早く誤解を解かねえと。違うんだ。何が違うわけ。最近なんかおかしいと思ってたらこんなこと。違うんだって。いろいろとおかしくて、つが話を聞けって。はいどうぞ。あ、ヴィンセントのはちゃんと砂糖を2個入れといたよ。ちょっとあんたね。ねえヴィンセント、いい機会だしはっきり言ってあげれば。この人重荷なんでしょ。おい、俺はそんなこと。何言ってんの。適当なことばっか言わないでよ。ヴィンセントだって今さら知らないなんて言わないよね。あれだけ何度も何度も私の体を好きにしたんだから。最低。欲しいものは何でも手に入れたいじゃん。普通のことでしょ。彼だって私が欲しかったから手に入れたんでしょ。違う。それに知らないと思うけど、彼夜はけだもので大変なの。あなたにはもう浴場できないんじゃない。頭おかしいんじゃないの。あのね、ヴィンセントは私が必要なの。あなたじゃないの。わかった。分かったなら早くこっから出てってよ。なんで私が。あんたが出ていけばいいでしょ。そんな顔ばっかしてたら目尻のシワやばいんじゃない。おばあさん。こいつ何なの。ヴィンセント、なんて言えばキャサリンの誤解が解けんだ。許してくれ。許すわけないでしょ。何言ってんの。待て、話せば分かる。絶対に許さないから。ちょっとやめてよ。あんたが許すとか許さないってそんなのどうでもいいし、私はただ好きなのに一緒にいたいだけ。もしまだ考えてない。スタメンのおばさん、あんたさっきからお腹のことも本当にいいの。どうせ嘘言ってんでしょ。そんなわけないでしょ。
しかしてこれ探してんの？お前やめろって。っていうかお前も聞いてくれ。このことはもう別れたんだ。なのに突然ここにいて、信じてくれ、頼む。あんたがいるからヴィンセントがこんなんすんのよ。あんたさえいなければヴィンセントはラストになれんのに。来ないで。待ちなさいよ。キャサリン。嘘。マジか。これってマジか。キャサリン、バカを落ち着けって。そうだ、落ち着け。俺も落ち着けよ。いいか、お前はすぐに帰れ。あとは俺が何とかすっから。でもいいから早くしろ。どうなってんだ。何なの、何なのよこれ。逃がさないの。この声、ヴィンセント。逃げなきゃダメだ。キャサリン、俺についてこい。最上階層か。この最終ステージでは恋人と一緒に出口を目指す。恋人に声をかけながらうまく誘導して。どこ行く？It's the killer. Do not die. よし、ゲット。よし、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 ゲット。
を言ってないの。よし。よし。本当にその音が大事だった。よしよよし。着いた。キャサリン、もう大丈夫だ。こっから戻れる。戻る。元のとこへだ。一緒に出よう。こんなんで先のこと考えられない。落ち着けって。君にはお腹の子もいるだろう。俺が必ず何とかする。きっと大丈夫だから。私たちのことちょっと思ってくれてたんだ。当然だろう。でもさ、もう言葉信じられない。どうかしてたんだ。先が不安でいろいろ混乱して理性が飛んでた。取り返しつかねえって分かってる。弁解もしないけど気づいたんだ、君の大事さ。俺マジ気づいたんだ。ヴィンセント、頼む、来てくれ、一緒に。でも無理、私もう無理だから。あなた一人。キャサリン、今は信じておいてくれ。こんなんでなくすわけにはいかねえ。ヴィンセント、ちょっと大丈夫？あれ？どうなってんだ？確か君が訪ねてきてこの部屋で、そしたらあの子が急に。そうだ、あの子、キャサリンは？キャサリン？違う、君の方じゃない。え？キャサリン、おい、キャサリン、何なんだよ、どうなってんだ？やっぱそうだったんだ。おい、どうなってんだ。あの子見なかったのか。さあ、今日はいないみたいよ。っていうか話があんだけど。え？あんた浮気してるでしょ、認めてくれます？いや、確かにそれは認めるけど、でももう大丈夫だから。だって俺は。何言ってんの、さっきから意味わかんないことばっか。もう本当がっかりした。え、ちょっと待ってくれ、覚えてねえのか。まだ寝ぼけてんの。電話しても通じないから家まで来たのよ。そしたらあんたがベッドでもがいてるからさ。え、一人でか。そうよ、だから今起こしたんじゃない。マジかよ。ってことはさっきのは夢ってことか。夢、はあ、ねえ、あのさ、ちょっとよかった、君は無事で。いろいろあったけどやっと分かったんだ、君だけを大事にするって。約束するよ。はあ、え、あ、間違えた。君たちをだったよな。そのことなんだけど。ああ、やっと分かったんだよ、俺にとって君がどれだけ大きな存在だったのか。つまり俺が言いたいことは。だからそのことなんだけどさ。え？何？あのね、私妊娠してなかったの。勘違いだったみたい。え？
勘違い。うん、だから綺麗に別れよ。別れよ。ちょっと待った。あの子とは別れたし、もう結婚の決意は固まってんだ。あとはもう何の障害もないはずだろ。別れって、浮気相手キャサリンって言うんでしょ。私と同じ名前なのね。待ってくれ、さっきから混乱してて。そのことはもう終わってるんだ。もう二度と会うことだってない。それにちゃんと謝ろうとも思ってた。本当なんだ。だから許してくれ。許す許さないじゃないから。あのさ、気づいてないとでも思ってたの？こんなに長く一緒だったんだもん。それくらいわかるよ。無言電話もきっとその子からだったんだね。妊娠してないって分かって、逆に今はホッとしてる。本当はもっと前に分かってたけど言えなくて、あなたが離れちゃう気がしたから。やべえやべえぞ、このままじゃ彼女。確かに俺最初は妊娠がきっかけだったけど、今は違う。妊娠してなかったとかもう関係ない。俺にはキャサリンが必要なんだ。ちょっと待ってくれ、話を聞いてくれ。あれは本気じゃなかったんだ。もう何とも思ってない。俺が必要なのは君だけだ。さっきだって俺は君に、あのさ、空気読みなよ。私別れるために来たんだから。え、そんな、嘘だろ。妊娠したかもって思ってからずっとすごく怖かった。でももしかしたら喜んでくれるかなって。喜んでるよ。嘘よ。嘘じゃないって。ただ急な話だったから驚いただけで。もういいよ。それに今日はそんな話しに来たわけじゃないから。じゃあ分かった、俺を殴ってくれ。君の好きにしてくれていい、何でもするからな。あのさ、そんなことしても何にもならないから。じゃあどうしたらいい。何もしないで。もう会うつもりもないし、連絡してこないでね。マジか。わかるでしょ。じゃあ帰るね。ああそうだ、栄養ドリンク買ってきたんだった。ここに置いてくから飲んで。それじゃあ本当にお別れ。キャサリン、さよなら。マジか、これ現実か。マジかよ、どうすりゃいいんだよ。キャサリン、電話を転送します。こちらは留守番。もう5年、最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど、別に今のままで楽なんだけどな。かなり遅れてんの。今月できたかも。
ねえ、最近変なメールが来る。よくわかんないの、意味不明でさ、気味が悪い。あのさ、私に隠してることないよね。ねえ、私たち大丈夫なんだよね。できたから仕方なくとかじゃないよね。信じてていいんだよね。怖かった。妊娠したかもしれないって分かってからずっと、ヴィンセントが困るだろうって分かってたから。本当にお別れだね。さよなら。そうか、このしんどさ、この街で一人になったあの時以来だ。汚ねえな、本当。クソ、俺どうすりゃいいんだ。キャサリン、キャサリン。あ、いえ、今のはバグ。いえ、後で向かいます。夕方くらいには。はい、すいません。エクシン、サミー、つうかマジか。そんな落ち込むなよ。そんなんじゃマジで死んじまうぞ。なあ、俺は今夢の中にいたりしないよな。はあ、重症だなお前。野郎二人で連れ弁なんて、んな夢あるかよ、うん、彼女やっぱ本気なのか。はあ、ああ、電話も出ない。つうか分かってたけどな。こんなことならあの子と無理に別れることなかったな。それなんだ、あの子とはあの店で別れたはずなのに。次の朝彼女が部屋に来て、なぜかあの子も部屋にいて、思い出したくもない大惨事に。まあ夢でよかったわけだけど、でもなんていうか不思議とあれが夢だったって気がしないんだよ。はあ、夢じゃなきゃ今頃大騒ぎだろ。彼女が刺しちまったって話なんだからな。てか浮気相手の方からはあれから連絡ないわけ。さあな、ないだろ。ないだろって確かめてないのかよ。あれ、ねえぞ。やっぱ連絡なしか。まあそうだろうな。いや違うよ、全然なくなっちまってる。あ、髪か？ちょい待ってろ。おい、マジねえよ。なんだこれ。待てって今巻いてっから。こっちも少ないんだよ。やっぱ全部だ、全部なくなってる。なんで。うっせえな、待ってろよバカ。髪じゃねえよ、ねえんだよ。あの子のメールっていうかアドレスもだ。アドレス？そんだけじゃねえ、着信も発信も番号もか。あの子の履歴が全部ね。消えたって。おい、いつかの写真もか。写真ねえ、消えちまってる。うんだよ、まだ見てねえのに。これどういうこと。浮気に怒ったキャサリンが消しちまったんじゃないの。黙ってさ。キャサリンがしねえよそんなこと。じゃあお前のふた若い子の方が消したんじゃん。いや、それもない。だって昨日これであの子呼び出したんだ。その後会って別れて、それっきりだし。昨日ってどこでだ。は？だから見せてたよ。てかお前ら見てただろうが。見てた？あの子と別れるところだよ。え？別に見てないけど。は？何言ってんの。一緒にいただろう。あ？誰と。あの子と散々だった後、みんな俺んとこ来て慰めてくれたろ。覚えてねえのか。それは覚えてるけど、俺らが見てたのは一人で塞ぎ込んでるお前だけっつうが。一人。ああ、あの子もいただろ。だから見てねえよ。つうか今まで一回も見たことねえよ。え、嘘だろ。ジョニーもトビーも誰も会ったことないぜ。お前の話で聞いてるだけっつうが、彼女にバレないようにわざとそうしてんのかと思ってたよ。
いや、そんなことねえよ。とにかく昨日は俺は一人っきりのお前しか見てない。頭抱えて話しかけても気づきやしねえし、ひでえありさまだったよ。そんなわけないよ。あのな、お前もしかしてマジに頭おかしくなりかかってね。おかしいとか言うんじゃねえよ。なんか自信なくなんだろ。自信あったのかよ。お前らの見間違いとかだろ。だってありえないだろ、これじゃまるで。つか待てよ、あれてか、こんな街のあんな店でアナロックスけど誰も、いや、やっぱりありえないから。お前の妄想だったりしな。おい黙んなよ。まさかヤバすぎんだろ。何受けんなってけど、もう連絡取りようねえし、誰も見てねえとかありえないだろ。お前マジちょっとおかしいぞ。なんか聞いてて普通じゃない。なヴィンセント、お前さ。うるせえ、俺別におかしくねえよ。こんな目に遭ってんのあの子のおかげなんだ。いねえとかありえないだろ。ふざけんのもいい加減にしろよ。ああ分かったから、モデルぜ。おい待てって。んだよ、携帯のはバグだろ。こんな、それに昨日の夜のはお前の見間違いだろ。しつけえな。見てねえって信じねえわけ。別にいいけどよ。そうだ、エリカだったらきっと見てるよ。働いてんだから。あの子のことだってなんか知ってんだろ。なあ今日の夜も付き合えよ。俺が正しいって証明してやっから。もういいよ、別にどっちでよくねえんだよ。なんだよこいつ。なあお前、本当にキャサリンと別れちまったのか。まあな。そうか。それより昨日の話だ、ちゃんと思い出してくれよ。いや本当だってば。マジでか。うん、だって昨日の夜でしょ。さすがに覚えてるよ。一人で来て一人で帰ってって、飲んでる時もずっと一人だったわよね、トビ。絶対間違いないっすよ。寝不足でおかしくなってんじゃないですか。昨日のヴィンセントさんマジヤバかったっすもん。ああ相当来てたからな。じゃあ何か、俺はここで夢でも見てたってことか。夢なんて毎晩のあれだけで十分すぎんだよ。つうかどっからが夢なんだよ。マジ信じらんねえ。おい落ち着けって。あのことの浮気のせいでこんな目に遭ってんだ。おい誰か教えろ、あの子はどこにいるんだ。死んないっすよ。頭痛い。ちょっと大丈夫。ああそうそう、そんな感じで一人でした。マジ幻でも見たんじゃないですか。飛びすぎっすよ。飛んでねえよ。いねえとかありえねえって言ってるだけだろ。それよりさ、酒も薬もダメだよなあれ。ああ何度も見ちまう。うわまだ見てたんすか。そういや昨日の夜中なんてエリカさんまでうなされちゃってて。やったよく覚えてないけどさ。エリカもか。てっきり男が見るもんだって思ってましたけど、そうとも限んないんすかね。いやどうなんかな。あんたらが悪夢の話ばっかりしてるからよ。お客さんも同じような話してるしさ。連鎖反応ってやつなんすかね。なあ俺たちの見てるあれ実は同じ夢っていう気しないか。本当？俺もうろ覚えなんだけど、なんつうかこうもがきながら必死こいて何かから逃げるって感じじゃねえか。ひたすら上に向かってさ。ああ俺もそんなだ。もがくっていうかなかなか進めねえ感じなんだよな。同じのを見せられてるってこと。バーカ、夢なんて現実のストレスの影響さ。ストレスって何のだよ。んなの生きてりゃいくらでもあんだろ。そりゃあるけどさ、
俺もそのうち見ちゃうのかな。勘弁してくださいよ。こいつがあの話をしだしてからだよな。くそ、こいつと散々付き合ったせいで影響を受けちまったんじゃねえか。おいヴィンセント、どうしてくれんだ。うん、ダメだこいつ。ああ、完全にヤバい感じだわ。俺も頭痛いから帰るわ。別れたショックも分かっけどさ、ここまでおかしくなるもんかね。ああ、そういや俺たちも明日早いんだったな。ああ、そうっすね。そろそろ。ヴィンセント、今日はもう帰るぞ。お前一人で平気かよ。ああ、俺はおかしくないからな。こいつ、後でまた女に会ってたとか言い出さねえだろうな。バカ、言わねえよ。でもあの時は確かにあの子と会ってたんだよ。その話はもう分かったよ。誰だって記憶違いはあるさ。もうお前らには聞かねえよ。俺はもう少し飲んでくから。こいつは私が見とくから、あんたたちは帰んなよ。悪いなエリカ、あとはよろしく頼むわ。クソ、どうなってんだ一体。ねえ、大丈夫？ここ、いい？ここはいいですか？何？いや、っていうか数えてみたら、あれから1週間くらいしか経ってないんだよな。あれから？ここであの子に会ってからさ、たったこんだけで、人生こんな変わっちまうもんなのか？そういうこともあるよ。でも夢のせいかも。うまく眠れないんじゃ体も参っちゃって、世の中がいつもと違って見えたりさ。エリカまで、彼女のこと幻とかって言う気かよ。そうは言ってないけど。言ってんだろ。正直自分でもよく分かんなくなってきやがった。クソ、いろいろあったからきっと混乱してるんだよ。それにこの頃ちょっと飲みすぎよ。おい、ちょっといいか。あ、はい。どうなってんだよ。あ、クソ、そういやあの日もこんな風だったっけか。前の晩やばい夢見て、ここで忘れようっつって飲んで、あいつら先に帰っちまって、そしたらあの子が店に。あれ、待てよ。そういやあの時あの子、店に入ってきた時。意外に流行ってんじゃん。でもなんか冴えない店。すみませんお嬢さん。あの時彼女俺以外と話してなかったか。はい、何か。なんとおっしゃいました。だからキャサリンのことだよ。見えたんだろ、あんたには。私には。あの、失礼ですが。質問に答えろよ、こっちは真剣なんだ。ちょっとヴィンセント、他は誰も見てねえっつってんだよ。だったらあんたにだけ見えてたとかおかしいだろ。おかしいのは自分でしょ。その子、私が。あの子のせいで頭変になりそうなんだよ。あんたが鍵だって分かったんだ。たく、なんだ早く気づかなかったんか。やめなって、もう、あんたには見えたはずだ、絶対。てめえ、なんでさっきからうなってばっかり答えるんだよ。ヴィンセント、くそ、なんだよ、言えよ。頼むよ、マジ見えたっつってくれよ。いや、わかりました。
やれやれ、そこまでおっしゃるなら仕方ないですな。ええ、確かに私には見えてました。え？ブロンドに下着みたいな挑発的な格好。そう、その子だよ。昨日も見ただろ、俺と。ええ、もちろん。あなた、お好みなんでしょうな。ああいうのが。見えてたんだな。よし、見ろ。やっぱ見えてたじゃんよ。ったく。本当？しかし、あなたには驚くばかりですな。ただ長く生き延びただけでなく、私のことにまで気づいてしまうとは。え？いや、よく見破ったものだ。あ？いや、別に見破ったってほどでもねえよ。ああ、悪かったな。いろいろあってイライラしてたっていうか。ったく、何が見えないだ。現実にいないなんてありえないからさ。まあ普通はありえないでしょうな。普通の人にはそれは見えんわけですから。だってそうでしょ、あの子はこっちの存在じゃないわけですから。店長、第一不自然ですしな。あんな子があんな格好でこんな街に。あ、どの道気にせんでいいことです。あなたに悪夢を見せるのはもう諦めました。悪夢を見せる？いや、ほんと大した逃げっぷりでしたんで。いや、何の話してんだ。は？ちゃんといたんだよな、あの子、キャサリン。あれ、あ、まさか私に詰め寄ったのは。いや、俺はただあの子はちゃんといたっていう証明は、あんたなら見えたはずって。違うのか。ああ、なるほど。ああ。おい。ああ、いつものでよろしいですか？ラムコークでしたよね。なあ、店長。ちょっと聞くけどいいか？いや、どうでしょう。その悪夢とかってやつはさ、自分で勝手に見るもんだって思ってたけどさ。やっぱあれか。あれ？誰かが見さすとか、そういうこともあったりするのか？いや、どうでしょうな。どうなんだ。え、いや、どうでしょうね。どうでしょうねじゃねえよ。お前さっきいろんなこと言ってた気がすんな。いや、そうでしたっけ。言ってたよな。え、うん、いろいろ。さっきのは一体何なんだ。え、いや、何だったんでしょう。生きてて驚いたとかって、あれは何だ。言ってないです。言ったろ。言ってないです。お前なんだっつってんだ。何か隠してんじゃねえのか。おい、私は別に。なんで俺ばっかこんな目に遭わなきゃなんねんだ。いや、あなただけというわけでは。こういう展開は想定外でして。うるせえ、こっちは毎日が想定外なんだよ。大体なんだよこのグラサン、似合うと思ってんのかよ。お前、何者だ。やめてください。脅かそうったって意味ねえからな。こっちは最近のごたごたでキャサリンと終わっちまってんだ。さっき言ってたこと話せ、バケモン。自己紹介いたしますと、私トーマス・マートンと申します。はい、要するにですね、あなたのような感じで異性の方と煮え切らず長々付き合ってらっしゃいますと、人口モデル改善の妨げになると言いますか、なかなか人が増えてこないと言いますか。何言ってんだお前。いや、ですので、そういう殿方にはあれに登ってもらってまして。それってもしかしてあの悪夢ってこと？あなたがあれを見せてるってわけ？つか、お前何者だ。古来より人間からはいろいろと呼ばれてきました。健全な思考を持つ女性の時間を浪費させるだけの関係は未来にとって大きな妨げなので、そういったペアは一度切り離し、結婚願望の強い男に女性を再配分するわけです。はい。はあ、じゃあ何か
相手がいんのに結婚する気がないやつは殺してるって、そういうことか。まあ乱暴に言えば。そんな話信じるとでも思ってんのか。安心してください、あの若い浮気相手ももう現れませんから。は？彼女はムマ、気まぐれに現れて呪いを受けた男たちを次々誘惑しとるんです。理想の姿でね。ほら、長いお相手と別れるなら浮気とかでさっぱり切れた方が次に移りやすいでしょ。はあ、もろもろご理解いただけました。ああ、わかった、よくわかった。で、俺が結局何したわけ。相手が幻だっつんなら何も浮気じゃねえじゃんか。気持ち動いたんだから浮気でしょ。勝手にこんな許されると思ってんのか。いや、この仕事別に昨日今日始めたわけじゃないですし、あなたが生まれたのだってお母様を惑わせた男を我々が間引いたからで。ええ、確かそのはずです。適当言ってんじゃねえぞ。まあ信じたくなければ別にいいんです。ただこれは必要なことでして。失恋はしばらく辛いでしょうが、代わりに自由が手に入ったわけです。それにあなたには強い生存本能がある。幸せなんてまたすぐ取り戻せますとも。俺にとって彼女は家族も同然だったんだ。振られて気づいた、こんな情けねえ話あるか。そんなこと言われましても。その話結局全部お前のせいってことだよな。どうしてくれんだよ。浮気心を起こしちゃったのは自分でしょうが、なんでそこまでこっちのせいなのよ。うるせえ、お前のせいみたいなもんだろうが。それにこっちはとっくに結婚の覚悟を決めてたんだよ。いや、覚悟ってそれ浮気のせいでようやくでしょ。しかも今から復縁なんて無理に決まってんでしょ。余計なお世話だろ。どうしても諦めないおつもりなら今晩ちょいと本気を見せなきゃなんなくなりますね。そうなると今夜あなた間違いなく死ぬと思いますが、よろしいですかな。死ぬだ。ならここで先にお前に死んでもらったらどうなるんだ。ヴィンセント、ちょ、やめなさいったら。よう、まだ生きてっか。結局心配で来てやったぞ。飲み直しだ。帰ったってどうせ寝れやしねえしな。俺は寝れるんすけど。おい、なんかあったのか。ねえ、みんな、店長とヴィンセントが。誰よ、黙ってろ。だってどうしたんすか。悪い、こいつとの話終わってないんだ。飲み直しは抜きでやっててくれ。そりゃいいが、酔っ払いがあんま暴れんなよ。大丈夫だって、こいつの悪ふざけに付き合ってるだけさ。な、そうですね。お前なんかをどうこうしても仕方ない。今日は勘弁しといてやる。その代わり、さっきお前が言ってた話な、もし明日俺が生きてたら俺の望み聞いてもらうからな。ちょっとヴィンセント、何言い出してんの。無理だと言ってるのに。だったら望み聞く約束ぐらい問題ねえだろ。もし本当にあれをお前が見せてるんなら今夜で最後にしてくれ。勝っても負けてもどの道最後ですって。俺だけじゃねえよ、他の奴らも全員だ。それと俺がキャサリンともう一回会えるようになんとかセッティングしろ。無茶な。俺からとか無理だろ、現に携帯繋がんねえしメールじゃ返事くれるわけねえし。はあ、わかりましたよ、そこまで言うなら覚えときましょう。そうか、助かるぜ。っていうか絶対だぞ、絶対だからな。ねえヴィンセント、大丈夫なの。私こんな茶番一週間も付き合えば十分だろ。悪いな、心配かけて。けど蹴りつけたいんだ、このおっさんとっていうより
今までの俺とな。何よ、カッコつけちゃって。それより店長、今の話ってあれ、店長？頼む。俺ビール。オッケー。はい、お待たせ。あ、食べ物は注文しないでね。店長いないし、味の保証できないから。ああ、酒があれば十分。あんまり無茶はしないでね。大丈夫だよ。気にすんな。逃げてきたんだ。今夜も絶対。これが終わったら気持ち伝えねえと。もう絶対に迷わねえ。もうからか。まだ飲むの？ああ、日本酒。俺ビール。ヴィンセント、さっきの何だったんだよ。店長につかみかかってさ、何かあったのか。いや大丈夫だ。悪いな、飲み屋のごたごたにいちいち絡む気もないけどさ、面倒な目に遭いそうなら俺たちにも言えよ。若い頃はさ、どんな揉め事でもみんなで騒いだだろ。うん、高校の頃とか楽しかったよな。どんな奴にだって勝てる。トビー君は死んないだろうけどさ。ああ、またそういうこと言う。そんな頃もあったっけ。とにかくさっきのはもう済んだ話だから。今夜は俺の分だけじゃねえんだ。きっちり決着つけてやる。疲れてんのか。酒が回るな。今日はほどほどにしとけよ。明日うまい酒を飲もうぜ。どういう意味だ。別に。俺ビール。オッケー。はい、こジョニー先輩とオーランドさん体調悪そうっすね。それも今夜までさ。というと。いいからお前は心配すんな。俺の命にかけても。うわ、何言ってんすか。ちょ、聞くなよ。誰だってカッコつけたい時あるだろ。トビーは悪夢見てないんだよな。まさか例の噂のやつですか。悪夢見て死ぬっていう、いくら俺でも騙されないっすから。ならいいんだ。
来なかったらヤバくなかったか。ちょっとふざけてただけだよ。そうも言えなかったけどな。ちょっと賭けの話で熱くなっただけさ。ならいいけどさ、変な事件沙汰になったら俺らも一緒に逃げなきゃなんねえだろ。いいなそれ。いろんなとこ行くか、昔みたいにさ。俺ら大人になっちゃったな。俺も話に入れてください。大人になったらな。ちょ、ひでえっす。今夜もまた夢見んのかね。先輩大丈夫。お前愛せるわ。いや、気持ち悪いこと言わないでくださいよ。懐かしいな。これが終わったら肝。もうからまだ飲むの？いや、いらねえ。本番店にようかしら。マーサにようかしら。あなた今日は素敵だわ。え、ああそう。高い高い山を登ることができた男は見る。あなたはどこで終わるのかしら。あなたは何をつかむのかしら。決まってる、勝利と未来さ。そう、勝利と未来ね。もちろん私たちだ。え、さよなら伝説の男さん。あ、ニュースはもう見ないわね。ニュースをよく見ても出てくることはないものね。ニュースをよく見てもあなたが出て、彼なんかより。ジュークボックスでは店内曲目は画面下に取得。いろいろなことにチャレンジして。この人もあの悪夢の中にいたのか。一緒に登ってったのか。ジョージ・ベイカーさん30歳以上の方々です。クリ、ねえ、そういえば聞いた？例の魔女の正体の話。正体って？あれって私のことだったんだって。は？私昔いろいろあったしさ、なんかその辺の話と噂が混ざったみたいでさ。確かにいなくなったりしてた時期あったよ。しかも私が話した噂が回り回って話が膨らんだみたいなのよね。私が話した噂だ？お前な。まあ最初から俺はそっちのエリカの話は昔から信じるとろくな目に。何よ。けどささっき店長が言ってた話は。バカ、嘘に決まってんだろ。まあどっちみち気にすんなよ。明日になりゃもっと楽しく飲めるだろう。うん、だといいんだけど。ねえ、さっきの話
どこまで本当なの？よくわかんないけど。エリカは本当相変わらずだな。けど嘘でも本当でもどっちみち負ける気なんてしねえよ。そろそろ限界だろ。こんな事件にこんな噂、あいつらもみんなさ、けじめつけさせてもらわないとな。とにかく無茶をしないでよ。みんな心配なんだから、あなたのこと。大丈夫だよ、気にすんな。明日ちゃんと飲みに来なさいよね。心配そうな顔すんな。大丈夫だよ、信じて待っててくれな。うん、私信じてるよ。じゃあまたな。最大の試練の最初は三股に道が分かれる難所だ。踏んでみるまで分からない謎の石に注意しながらわざとちょ。おいマートン、ここがお前の仕業ってんなら聞こえてんだろ。返事ぐらいしろ。もちろん聞こえとりますよ。パンツーも丸見えでございますな。そう、我が領域。ただの人間がここまで来たこと自体、いやはや驚嘆に値しますな。ただご招待しておいていきなりプシッと殺したのでは驚がないと言っています。どれ、まずは高見の見物と参りましょう。一週間も生き延びた腕前ってのに。さあここまで来てみんしゃい。よし、よし、ゲット。
と。はっ、よし、よし、ゲット。Yeah.
と。でもまだまだ序の口、こんなところで死なれちゃつまらんですよ。まあせいぜい頑張ってちょうね。おお、なかなかやりよります。いや、また来たぜ。あんた本当面白いよ。じゃあまあ座ってよ。いや、待っていたよ。あんたならきっと来ると思ってた。ここはカテドラルよりもさらなる高み、天井さ。てめえ、何がカテドラルを超えたら自由になれるだ。彼女に振られてフリーになっただけじゃないか。こんなひでえオチ絶対認めねえからな。でもあんたは自ら望んでここに来た。今改めて自由を求める覚悟のほどを聞こう。自由への第一問です。復縁のために命を懸ける覚悟がありますか？どっちだ？あれ、そうなんだ。確かに再会を果たしたところでうまくいくとは限らないからね。とにかく覚悟だけはしておいてよ。彼に挑んだからにはね。俺を落とした奴が身近にいるとか思わせぶりに嫌がって。正体は店のおっさんじゃねえか。店のおっさんってこれでも大いなる存在。あ、クソ、お前らどうだ。いい加減に正体寄せやがれ。いいだろう。僕の名はアスタロト。ここよりはるか上の世界からあんたら人間をな。アスタロト、上の世界。なんだよ、名乗っただけじゃ満足できないってこと。仕方ないな。じゃあ先で話そう。生きていれば。次も行けるか。いや、行くしかねえ。 Commencing area 2. Are you ready? Undo, undo.よし、ゲット。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 Oh!
また生き残りましたか、パンツー。一丁のくせにチョコマカと。でもまだまだ私がお相手するレベルじゃありませんな。果たしてお次も生き残れますかな。来たぞ。早く。わかった。じゃあ座って。さすがだよ。あれほどの難所を切り抜けるとはね。ここまでの健闘を称えよう。話の続きを始める前に確認しておきたいことがある。あんたの中の答えが知りたいんだ。もしそれがあんたの真の答えなら。自由への第2問です。あなたが欲しいのは平穏なる日常です。なるほど、わかったよ。ではこちらも質問に答えよう。あんたは欲望と誘惑にまみれここに堕落した。嘘さ。ここは罪深き者たちに洗礼を与える場所。これは人の未来にとっても確実にプラスになる裁きなのさ。種の繁栄って話か。お説ありがたくて涙が出る。てかなんで男だけなんだ。町は裏切り者で溢れてる。彼にはあんたみたいな最も低い男をここへ連れてくるように。最も低いって言うな。そうかもしんないけどさ、つうかそれ結局お前が元締めってことだよな。ならいい加減このお方に接見するなど千年早いの。お名前聞けただけで十分すぎんのよ。おしゃべりはそろそろいいだろう。先へ進もう。お前らにお祈りされる筋合いはねえ。絶対負けねえからな。くそ、絶対登り切ってやるからな。 Commencing Area 3. Are you ready? はっ、よし、はっ、ふっ、よっ、ふっ、ふっ、よっ、ふっ、
着け。落ち着け。こいつでどうだ。アンドゥよし、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 ゲット。どうだ。ほっとくか。Undo.
よし、ゲット。よし、ゲット。なんとは確かになかなかの悪運ですな。でも運が味方するのもここまで。次こそはおさらばでございますよ。覚悟してちょいよ。どうだ、まだ生きてるぜ。本当にすごいな。じゃあ座って。いいぞ、ヴィンセント。惚れ惚れする登りっぷりじゃないか。ここまで来たら迷ってらんねえだろ。
この試練には用意された正解なんて存在し、ここまで上り詰めてこれたあんただから、今ここで問うのさ。じゃあもう一度聞くよ。自由への第3問です。あなたが欲しいのは刺激に満ちたコント…なるほどね。天井はここでようやく中間地点だ。次の試練へ案内しよう。健闘を祈るよ。登りきるしか道はねえ。どこまでだって。いいぜ、どこまでだって戦ってやる。待ってろキャサリン。 Commencing Area 4. Are you ready?よし、ゲット。
よし、はっ、ふっと、よし、とと、とと、ふっと、よっ、ほっ、とと、よっ、とと、宣言通り次はこのトーマス・マトンが直にお相手いたしましょう。次こそはクルッと死にさらしていただきますよ。ブハハハハハハ。おい、長いよ。どこまで続いてんだ。本当にもうすぐだよ。さあ座って。めったに見れない伝説への挑戦に立ち会えて実に楽しいよ。ここまで生き延びた健闘をまずは称えよう。まだまだだ。一体今度は何を答えさせる気だ。なんだってあんたはそんなに必死になれるわけ。決まってんだろ。失ったものを取り返すためだ。じゃあ聞くけどさ、あんたは。は？今さら鬱陶しいからそういう質問なの。一言で言えるほど。あんたは一体何者って。それがこの呪いの正体さ。己が何者かの答えを知る以外にここから逃れる術はない。いくら並外れた男だってそれなしで見逃すわけにはいかない。あんたの中の真の望みを。最竜への最終質問です。あなたは望む平穏と生涯を共にする覚悟がありますか。それがあんたの答えか。いいよ、分かった。これで全ての準備は整ったよ。やっと彼との対決の舞台へ案内できる。かつてあんたと同じようにこの伝説に挑んだ男がいた。伝説を達成した彼は人であることをやめ我々の同胞となった。そう、次の試練であんたを待ち受けるトーマス・マトン。同胞に加わってからはリュムジと呼んでる。仕掛けは全て彼の作品さ。ここを知り尽くしてる。実に手強いよ。あいつ元々は人間だったのか。けどだったらなおさら負けられっかよ。今さらおじけづきましたか。かかりましたな。本当にここまでたどり着くとはね。確かになかなかの登りっぷりです。ただ今までの連中はあなたにはちょい甘かったようなのでね。今夜のクライマックスでは私自らかまさしてもらいます。それより約束分かってんだろうな。だからその心配はいらないですよ。あなた今夜マジマトン食らって死ぬんですから。ほんと残念ですけど怒んないでください。うせえ、さっさと始めんぞ。絶対今夜も逃げ切ってやる。キサリ待ってろよ。マトン has appeared. It's the killer. Do not die. よし、よし、ゲット。
し、ゲット。よし、よし。ブハハハハハハ。よし、ゲット。それそれ。よし、ゲット。ブハハハハハハハ。はい、変わります。それそれ。脳みそベーン。あとがないですよ。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。脳みそベーン。よし、ほれほれ、逃げんと。よし、ゲット。それそれ。よし、構造超高なかと。脳みそベーン。ほれほれ、逃げんと。あとがないですよ。ドゥリャー、ドゥリャー。ぬぬぬ、なかなか死にませんね。脳みそベーン。あとがないですよ。ドゥリャー。ぬぬぬ、なかなか死にませんね。なかなか死にませんね。あとがないですよ。脳みそベーン。脳みそベーン。よし、ゲット。ドリアー。ぬぬぬ、なかなか死にませんね。よし、ゲット。それそれ。よし、ゲット。ほれほれ、逃げんと。あとがないですよ。あとがないですよ。ドゥリャー。ドゥリャー。ぬぬ、なかなか死にませんね。ほれほれ、逃げんと。ほれほれ、逃げんと。あとがないですよ。脳みそベーン。あとがないですよ。よし、ゲット。よし、ゲット。構造超高なかと。よし、よし、ゲット。ドゥリャー。ぬぬ、なかなか死にませんね。それそれ。ブハハハハハハハ。ドゥリャー。ぬぬぬ、なかなか死にませんね。ブハハハハハハハ。なかなか死にませんね。ほっとくか。よし、と、と、使っちまえ。よし、よし、と、よし、ゲット。よし、よし、死んだ。せーの、よし。おのれ小羊、なんたること、なんたること。よかろう、
ならば戦争じゃ、構造。かつて医師たる王も妻とした羊の王、ドゥムージの名にかけて。次でバッチリ弾取ったるけんの、覚悟せいやい。おい、階段長すぎんだ。まさかマトンのさん、俺が死ぬまで無限にやるつもりじゃねえだろうな。その心配はないよ。頂上があるって、次で最後だ。僕が保証する。だからほら、ついに来たね。この上はまさしく天へと至る道。やっと現れた見どころある男、ずっと待っていたんだ。待ってただ？殺すのが目的じゃなかったのかよ。可能性ある者に洗礼と自由を与える。ここは聖堂なんだ。これは決まった答えなど存在しない。経験と直感でしか生き残れない死のゲーム。これを乗り越える力のある者にしか明日はやってこない。なんとなくは分かってたさ。これは俺が見てる夢なんだってな。けどこれが俺の夢だってなら、どんなもんが来たって多分逃げ切れるさ。勇ましいね。来た時とはまるで別人だよ。さて、僕の役目はここまでだ。あんたはここまでの洗礼に見事に耐え抜い、次が天上の最後の試練だ。本当にこれが最後の戦いになる。僕はいつでもそばにいる。僕にはいくつものか、この聖堂の全てが金星の輝きに包まれた時、こことは別の場所。別の場所？さあ、上だけ見て登っていくんだ。言われなくてもそうするよ。ったく、最後まで話長えんだよ。一体どこまであんだよ。眺めていた時よりも実際の方が逃げ足の速い浮気野郎ですな。プリメドロ、こっちは遊びじゃねえんだ。必ず死ぬなんつって、そろそろゴールじゃないのこれ。何言ってんの。甘く見ていただけだし、調子づかせてやる。所詮は人よ。
楽にしてやろう。よし、ゲット。諦めい、クズ。
よし、受けよう、我が呪い。よし、おとなしく死ぬのがいい。受けよう、我が呪い。よし、負けだね、繰り注げてんのです。そんなこと言ってんのかよ。男と女ってのはてめえが考えるほど簡単にはいかねえんだよ。勝手なことは。なあマトン、勝手とかそういうんじゃなくてさ、誰だって決められた責任のために生まれてくるわけじゃねえよな。なぜなら人間ってのはただ群れてるだけの動物じゃねえ。まあ偉そうに言えるほど俺はできたやつじゃねえけどさ、どう生きようとすんの、俺たち人間の自由なんだよ。長生きなやつめ。とにかく勝負は俺の勝ちだ。こんなくだらねえ仕掛けに毎晩付き合わせやがって。こっから先は好きにやらせてもらうからな。
さか。よっしゃねえ、どういうこと？久しぶりにみんなで会おうってオーランドから連絡が来たんだけど、それをどうしてここの店長さんがわざわざ迎えに来たのかしら？それは後で説明するよ。とりあえず来てくれてありがとう。それよりみんなは？どうしてあなただけ？実は俺が呼んでもらったんだ。どうしても話したいことがあって。電話しても繋がらなかったから。それで何？終わった話もうしたくないの。わかるわよね？わかってるよ。でもどうしても聞いてほしいことがあるんだ。全部幻だったんだ。え？何が？浮気してたことだ。は？浮気相手なんていなかったんだ。何のつもり？今さらそんな言い訳。信じられなくて当然だと思う。だけど嘘じゃない。浮気なんてしてなかったんだ。何言ってんの？真剣な話なんだ。頭がちょっとおかしくなっちゃって、浮気したって思い込んでたっていうか、自分でもこんなことはありえない話だって思うよ。実際自分でも分かんなくなって、あ、これはこれでやばい話だけど。ちょっと本気で言ってるの？本当のことなんだよ。全部俺の幻覚だって仲間や店長が教えてくれたんだ。そんな話信じられるわけないじゃん。分かってる。でも誤解されたまま終わらせたくなかったんだ。だから呼んでもらったんだ。嘘でしょ？そんな、だって私たちそのせいで。嘘よ。嘘じゃないぜ。ジョニー、オーランド、久しぶりだな。キャサリン、悪い。気にすんな。こんな話誰だって最初は信用できねえって。ああ、あの話をエリカから聞くまでは俺たちもそうだった。え？それにこいつが本当に浮気をやらかしてたんなら、こんな協力してやるもんかよ。幻のことでしたら私からもご説明する所存でして。店長さん、何なの？どういう？実はな、全部本当の話なんだ。信じてくれ。キャサリン、任しとこうぜ。けど妄想とはいえ気持ちは浮気してたのと同じだ。すまない。これだけは許されることじゃないと思ってる。そうだよ。やっと目が覚めたんだ。これからの人生が不安だった。周りから勝手に決まっていっちゃう気がして、いろんなものに流されて
自分のことだけで精一杯だった。だけど君に振られて分かったんだ、君がいなかったら何の意味もないんだって。なんで今さらそんなこと言うのよ。もう後悔したくないんだ。君を一生大事にする。俺と結婚してくれ。愛してる、キャサリン。急に何よ。すぐじゃダメなら、いつなら。そういう話じゃないでしょ。一応考えてはみるけどさ。考えてくれるのか。そっか、よかった、本当によかった。ちょっと何勝手に喜んでんの。だいたい今の話だってまだ。よかった、本当に。何よ、もうっていうか信じらんない。はい、皆さん、いかがでしたでしょうか。またお会いすることができましたね。恐ろしい悪夢からの完全脱出、見事な技でヴィンセントを導きましたね。悪夢の仕掛け人、魔人アスタロトも舌を巻く素晴らしいプレーだったわ。ところで、実はこの作品、プレイの様々な場面である価値観を問われていたことに気づいたかしら。秩序に従って堅実な生き方を望むのか、逆に刺激に満ちた奔放な生き方を望むのか。悪夢の中でアスタロトは言っていましたね。階段の登り方に決まった正解はない。ヴィンセントを毎晩苦しめたあの階段は、もしかすると彼を本心と向き合わせるための大人への階段なんて言えるのかもしれませんね。そしてラスト、意を決して恋人に復縁を迫るヴィンセント、それに彼女はどう応えるのか。ドキドキしながら見てまいりましたが、ヴィンセントの必死の説得に戸惑いながらも、最後は微笑みを返してくれましたね。私に言わせると、彼女ったらちょっと優しすぎる気もするわね。でもこれって悪夢の体験の中でヴィンセント自身が答えを見つけたからかも。それが本当の答えとして恋人に伝わったからかもしれない。もしかしたらそういう気持ちがどれくらい彼女に伝わるかで、これからの二人の未来も決まっていくのかもしれませんよ。さあ、プレイされた皆さんはこの結末どうお感じになったでしょうか。この二人、このままうまくやり直せるといいんだけど、多分大丈夫よね。ここまで彼を導いてこられた皆さんもちょっと心配に思ってるかしら。じゃあお話もうちょっとだけ先を見てみることにしましょうか。ゲームって本当にいいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。ドレスどのデザインにしよう。白って普段は着ない色なんだよね。私似合うかね。何でも似合うさ、君なら。まあね。あ、そうだ、結婚式誰を呼ぶか決めた？私の方はほとんど決めたから。あ、そっか。決めてって言ったでしょ。あ、ごめん、すぐ考えるよ。あとはあのさ、キャサリン、そろそろと言って。こっちもいいじゃん。困るな。なんやの。私じゃないよ。なあ、何か食べに行かない？うん、別にいいけど。呼ぶ人、今日中に決めてよ。わかってるって。よし、いつものとこ行く？
じゃあ早く行きましょう。人気のケバブなくなるわよ。わかったから早くどいて。え？何よ、あなたが。